メッサー・シュミット P1106 メッサー・シュミット P1106 後期型デザインの模型メッサー・シュミット P1106 は第二次世界大戦末期にドイツのメッサー・シュミットで計画された戦闘機である。本機は先に開発の進められていたメッサー・シュミット P1101 を元にした改良型として検討が進められていた。メッサー・シュミット P1106 は開発中に2種類の デザインが考えられていた。最初のデザインでは垂直尾翼の上部に水平尾翼を持つ T 字型の尾翼ユニットを持ち、コックピットは垂直尾翼に埋め込まれるような形状となっていた。その後変更されたデザインでは V 字型尾翼となり、コックピットは少し前方に移動した。いずれの設計においても主翼は40度の交代角を持っていた。 ハインケルヘスレイ11ターボジェットエンジンの搭載が予定されており、武装は MK1830mm 機関砲を2門搭載の予定であった。メッサーシミット P1106 の開発は P1101 と比較して性能向上が見られないことと、コクピットの視界が著しく悪いことを理由として中止された。ありがとうございます。